皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はベンチプレスのバリエーション4つご紹介していきます。別の動画でですね、ベンチプレスを強化するため、重量を伸ばすためのバリエーションをいろいろご紹介させていただきましたけども、今回はまあどちらかというと筋肥大のためのバリエーションになります。で、まあベンチプレスはね、皆さん大好きだと思うんで、もういろんなやり方知ってると思うんですよ。フラットのベンチプレスやって、インクラインのベンチやって、スミスマシンのベンチやって、それぐらいはね、もう皆さん当然のように知ってらっしゃると思うので、まあ、今回はそれらのね、皆さんがよくやるであろうバリエーションを除いてですね、ちょっと変わったバリエーション、ラックとか、フラットのベンチプレス台、まあ、よくありますよね。ベンチの高さ、ベンチの角度がね、もうフラットなまま変えられないようなね、そういうベンチ台ありますよね。そういうところでも場所を変えずにできるようなバリエーションを4つですね、ご紹介していきます。で、1つ目はもうオーソドックスなベンチプレスですね。しっかりね、手のひらの付け根にバーを乗せて、上から包み込むようにね、バーを持っていただいて、でしっかり肩を落として背中のアーチを作ったら、胸の肩上突起めがけて下ろしてあげる、下ろしてあげるという感じですね。このやり方はね、もう皆さんご存知かなと思います。次はリバースグリップベンチプレスやっていきます。簡単に言ってしまうと、逆手で持つベンチプレスです。もうちょっとですね、若干通常のベンチプレスよりも上目に寝ていただいて、脇を締めた手幅か、それよりももうちょっと広いぐらいで逆手で持っていただいて、あとはやり方は一緒です。しっかりと肩を下げて、胸を張った姿勢ですね、背中のアーチを作った姿勢で、脇を締めたまま下ろして上げて、下ろして上げて。通常のベンチプレスに比べて若干ですね、下もうちょっと溝落ちに近い位置にバーが落ちてくるようなイメージです。このやり方だと通常のベンチプレスに比べて脇がね、しっかり締まるので、肩関節の屈曲、この動きですね、手を上に上げていく、この屈曲の動きがより大きく出るようになります。肩関節の屈曲が大きくなると、大胸筋の上部をより効率よく鍛えることができるので、インクラインベンチでしか鍛えられないと思われていた大胸筋上部が、実はフラットベンチでもしっかり鍛えられるというやり方が、このリバースグリップベンチプレスです。そして次、3つ目、ギロチンプレスというやり方を紹介していきます。ラックアップするところまではベンチプレスと一緒なんですけども、ベンチプレスは肩上突起めがけて下ろしてきたのが、今度は首の、ね、付け根めがけて下ろしていきます。あえて脇を開いて、首の付け根とか鎖骨あたりめがけてバーを下ろしてあげると。で、これも大胸筋のストレッチ感がすごい強くなります。で、どちらかというと大胸筋上部のストレッチ感が強くなって、フラットベンチですけども、大胸筋の上部を効率よく鍛えていくことができます。ただし、このギロチンプレスですけども、首の上に下ろしてくるので、潰れた時に非常に危ない。普通のベンチだったら胸の上に落ちてくるんですけども、ギロチンプレスの場合は首の上にもろに落ちてくるので、セーフティーがしっかりと設定できてなかった場合に、最悪の場合命を落としてしまうことになるので、しっかりとセーフティーだけはきちっとつけておいてください。そしてこのギロチンプレスですね、肩への負担が非常に大きい種目になるので、肩の怪我をされている方とか不安を持っている方なんかは本当に注意してください。慣れるまでは胸に無理やりつけずにですね、途中で切り返す、もうちょっと、あ、もう肩関節がなんか張ってる感じするなっていうところで止めてあげるような形でも全然いいと思います。はい、そして最後4つ目なんですけども、4つ目はデクラインベンチプレスですね。これも実はフラットベンチでも全然できちゃいます。ベンチの上に足を乗せて大きくですね、お尻を上げるとデクラインの角度にできるので、この姿勢をしっかり保ったまま
脇を締めて、これも溝落ちあたりめがけて下ろします。で押す。という感じです。このデクラインベンチは大胸筋下部を特にね鍛えたい方、このね大胸筋の輪郭をね作るような、そんな大胸筋下部をね重点的に鍛えたい方にもおすすめですし、非常に高重量を扱えるのでベンチプレスの重量を伸ばしたくて重さに慣れていきたい方なんかにもおすすめのやり方でもあります。ぜひね参考にしてみてください。ということで今回はベンチプレスのバリエーション4つご紹介していきました。このフラットベンチだけでできて、それでいて、大胸筋の筋肥大に有効なバリエーションになってますので、ぜひぜひね試してみてください。ということで今回の動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね、Bレジェンド毎月新商品や新しいキャンペーン行っておりますので、概要欄からチェックよろしくお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。さようなら。